新曲いつですか？ライオネスプライド1曲ループそろそろ限界そうです確かにありがとな、ずっとループしてくれて。あのね、まだ全然言えないんだけれども、まあ楽しみにしといてください。もちろんね、1曲出したからには1曲で終わるっていうことはないんで、ちょっと楽しみにしといてください。これね、なんか曲に関係なくなんだけどね、4月はまあいろんなことでちょっと忙しいので。そうだよ、一曲で終わるわけねえだろう。待っといてくれマジ。いや、もちろんあのほら、私はね、レッスンもまだ行ってるじゃん。だから継続する気ではあるのよ、いろんなことを。だから一回やって終わりとかじゃなくて、別にまあ多分ライブはまだまたあるだろうし、いつかは分からんけどあるだろうし、でやっぱりそのもっともっと上手くなりたいみたいな。なんか最初の頃はさ、自分があんまりその歌が下手な時、まあ今もまあそんな上手くはないんだけど、まあ前よりマシっていう意味で、昔そのひどかった時によりちょっと歌えるようになった時に、あーもっとちゃんと歌いたいなってこうどんどん思うわけよ。で、そうそうそう、ってなるとやっぱりその歌もやっぱりやっていきたいなみたいな。別になんだろうね、上手くなかったらやっちゃダメっていうのはないからこれは何でもそうだと思うんだけど、やりたくなったらやればいいじゃんみたいな。そのね、上手くないとやっちゃダメっていうのはないから、私はどんどんそのやったことないこととか自分がやりたいと思ってることはやっていこうかなと思ってて。そうそう、だからまあ一曲出しましたって なったじゃん、ライオネスプライド出しましたってなったけど、まあもちろんこれ一曲で終わるつもりはシシロはない。ねえよ、ねえねえねえ、ないよ。もっとね、でももっと上手くなりたいね、なりたい。だからちょっと頑張ろうかなと思ってる。そのためにもちょっとね、いろいろ時間を割いていくので、まあもちろん配信頻度は落とさないようには頑張るけど、はい、ちょっと頑張ろうかなと思ってます。ありがとうございます。